はい、皆様こんにちは。ご無沙汰しております。久しぶりの顔出しのゆりです。皆さんお元気でお忙しいでしょうか。先日は旅行用の日帰り旅行プチ動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画はですね、卒業旅行とか、春のお彼岸ということで帰省される方も多くなってくる頃合いの時期だと思います。で、まあ、遠くの方に行かれる方は結構こういうスーツケースで、飛行機を使って出かけられる方も多いと思います。まあ、以前にもパッキング動画が当動画では上げてるんですけども、今回はそのかさばりやすい衣類をコンパクトにまとめるための、道具たちをご紹介したいと思います。今日ちょっと風が強いので、ちょっと風の音がちょっとするかもしれないですけど、こちらはシリアで買いました。トラベル用の圧縮袋です。こちらです。私はこちらの小さい方と大きいサイズと、でこちらの大きいサイズをもう一つ買いました。大体スーツケースの中に入れるものって食べていくと、まあ、例えばタオル類で、普段着用の洋服で、ちょっとした寝具で、まあ、インナーとかハンカチとかですね。まあ、小さいものは結果的にこういった小さいところで求められると思うので1枚程度で買えると思います。例えば、そうですね、まあ、衣類ですと、まあスーツで、ジャケットで着る方は、まあ、これじゃなくて、もうちょっと、スーツケース、スーツ用の、袋があると思うので、基本的にはちょっと売ってないかもしれないですけども、スーツ専用の袋っていうのもあるので。探してみてはいかがでしょうか。こちらはセリアで買ったものですね。あと、まあ、もう一つ、こういった布袋ですね。まあ、何にでも、勤務とかを入れるのにも適してますし、ちょっとしたガイドブックとか、そうですね、娘用のまあポーチとして簡単に使ったりっていうのもできますし、まあ、これもちょっとセリアで買ったんですけども、これは大きいサイズになりました。まあ、ちょっとこのミッキーマウスなんですけども、まあ、普通のこういうメッシュ素材の入れ物が大変便利だと思います。これの第10章。まあ、章があったかどうかちょっと、疑問なんですけども。こういうメッシュ袋でしたら、例えば貴重品とかをちょっと、普段で持つカバンとはまた別にあると、すごい便利だと思います。まあ、外でスーツケースを開けるっていう時があるっていうことは、まあ、ここにいるので、まあ、そういった意味でこういう、コーティングされた、袋は大変便利だと思います。しかも丈夫です。こういった感じの、あとはまあ、女性でしたらアクセサリーとかつける方も多いと思うんですけども、そういった女性のための物袋、こちらも案の定、ディズニーになってしまったんですけども、
まあ、あのチャック付きの袋です。まあ、アクセサリー以外にも、まあ、コスメをちょっとこれで小分けして、こうやって小分けして入れることもできますので、簡単に整理分類がつきやすいと思うので買いました。であとは、まあ、これは購入品ではないんですけれども、この、まあ、各航空会社さんの、あのキャリア店員さんがしているらしいっていうその方法があるんですけれども、こういったあの、まあ、ちょっと私はバナナ程度の大きさしかなかったんですけれども、風呂敷を一つ用意しておいていて、手提げ袋に変身させるというようなのが裏技というか、そういう裏技もあるそうです。例えばそうですね、こういったものを詰めてくる、簡単にでいいと思います。自分でやっていきますので、こういった感じに結ぶんですけれども、例えばこういうふうにかけた時に、ちょっと結んで置いていたものをこうやってちょっと結んでおくと、ちょっとした袋代わりになるので、わざわざ手に持ってもらってもそうです。これは結構意外な便利方法ではないでしょうか。よろしければまたこういった利用方法もぜひ試してみてください。ちょっとカメラを持ち上げますね。こういった感じに結びます。